おはようございますお寺の朝から始まる安養な生活あなたのウェルビーイングが整う「テンプルモーニングラジオ」週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト今週は横浜明宝寺住職久住章さんですトークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジジオはノートマガジン 松本証券の北条案よりお送りしますおはようございますおはようございますはい、えー、今日もお横浜明宝寺久住健翔さんとお話をしていきますよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますなんか月曜日火曜日と結構、はい まあ修行の話を聞いてきたというか、うんはい、というか久住、うん、さんが、えー、その人生を振り返ると、はい、修行ばっかりだったっていうことなんじゃないかって今思ったんですけど<ー>別に修行の話を聞こうと思って、うんあのー、そこにこう突っ込んでいこうと思ってきたわけじゃないんですけどそうですね。なんか そこからちょっとぐらいはみ出すものは。ないんですか。ええ。ええ、その。うん。やっぱり、こう。ちょっとこう外れたことといえばですね。やっぱり、主要生活はすごく長かったので。はい。あの。反動が。反動というか。<laughs> 人に。こう。はい、よく気が利くっていうふうに。中央時代に、<ー>まあ。 表下関係すごく厳しかったので、うん、人にこうあの気を使うっていうことがまあできるらしくて、自分はそう思ってないんですけども、あの一旦一回あのキャバクラで暴行したことがあります。おお、だいぶはみ出しましたね。はい、<laughs> あの先輩に連れてってもらったあの最初は客として行ってるわけです。先輩に連れてってもらった。 あのー、キャバクラでですね、はい、これいいのかな大丈夫なのかなまあいいと思います<で>、はい、先輩に連れてってもらったっキャバクラで先輩が飲んだりするようなあの何だろうグラスとかそういうのをこう気をつけてしてたら「すごく気が利くね」ってのママに言われて <laughs> ママに <laughs> 今ボーイがいないんだけど <laughs> 手伝ってくれないかっていうことであのー そんな長くはないですけども、うん、昼間お坊さんやって夜キャバクラのボーイっていうのを少しだけやってたと、えー、やっぱね困っている人がいたからそうですねもう菩薩業としてでやっぱりあのまあまあ確かにえあのおしぼりを出したり出すタイミングとかそう,そうですね 逆にそのお客さんが何を求めているのかとか、うん、そういうのは先輩が何を求めているのかと同じようなぐらい呼吸を回すつもりでいやそのあそっか僕は修行が足りなかったんだと思うんですけど全然気が回らなくてですね <laughs> なんかどこ,どこを見ればその気が回るようになるか。 ぜひ教えてほしいんですけど<ー>なんかポイントをじゃあその例えば防衛をしてた時に<ー>ど,どういうところに着目してだってなんか超能力者じゃないじゃゃなないいですかうん、うん、だからこの人が何考えてるのかテレパシーで分かるわけじゃないしうんうん、うん、そ,それは多分自分がもしもその客だったらっていう立場で考えてるのかもしれない。 じゃあ自分がこのキャバクラに、うん、もしもいたらどんなふうに楽しみたいだろうかっていうことを真剣に考えて表情だとか表情だとか、あのーまあ、振る舞いだとか、うん、うんそういうのを観察って おかしいですけどそういうのはすごくあのちょっとこういう言い方したら多分怒られてしまうかもしれませんけども今のお坊さんにすごくこう役立って通じているところはあるかなと思いますね、うん、うんうんうん、うん、あのまちょっとキャバクラの話がずれてしまうんですけども <laughs> 全然ずれていい,すい,いですか <laughs> うん そこに別に戻ってこなくても大丈夫なんだ僕はのお坊さんで一番大事なものを共感力と思って、ね、うんです共感する力、えー、そしたら共感するんだよ、ね、一歩踏み込んだ共感力、うん、言葉の奥にある言葉みたいのに耳を傾けるとか、うん、その表情を から何をこの人に言おうとしているのかっていうことを一歩踏み込んだ共感力っていうことをお坊さんの生きていく中ですごい大事にしているんですねこれがあるかないかで私はお坊さんとしての例えばこう打ち合わせする檀家、うん、さんとお話し合いをする相談に乗る。 ことも共感力があるかないかで違いますしその後共感力を持ってお経をあげるかどうか共感の心を持ってお経が終わった後ににお説法をするとか共感力を持って例えばこの人だったらどういうお買いがいいのかなってお買いをつけるとかそれがあるかないかでその 遺族なのか親族なのか旦過さんなのかによって伝わるものって全然違うんじゃないかと、うん、共感力がない法話とかお経とか改名なのかそのっていうものだと思いとか魂がこもってないような気がしてて何よりもそこを大事にして。 団がさんとか信者さんとか人々と向き合うっていうことを大事にしてるかもしれない。うん。まあそれはキャバクラの客かどうかを置いといたとして。うん誰、う、で、んまあれ誰であれ。それがキャバクラのボーイと客であれボーさんと男性とであれそこにそういう心がそ,そこ戻んなくても大丈夫。<laughs> いや大丈夫。失 <laughs> 礼ました。はい、あのかなというふうには。はい。 うう思かかなっててて自分分の大事にしししる部分としてもれません、ねうん、共感力共感力こちらにも何かの従業員がいますけどもお坊さんのそこを大事にするようにはしてますかねその言葉の奥にあるものってどうやって読んだらいいんですかね読むというのか聞くというのか 確かに同じ言葉でもねうん、うん、あのなんか、まあ、この「テンプルモーニングラジオ」をやっててもすごく思うんですけど中身よりも声っていうのか音に表れるような感じもあってあ、うん、そうですね「トーン」とか「間、うん」まとか「間」とかうん、なんかどういうテクニックですかって言われると うん、分かんないんですけどそれはもう職人の監督でもしか言,う言いようがないかなと、うん、あのラジオもそうですけどあのこう待ってこう語ることはありません間が語るというかありますねあの語らなくともまあ何だろう よく昔のお坊さんが語らなくとも人を狂気するというか大和になるというか言葉を使わない不況見ないのもあるみたいなことを言われたこともあって、うん、あ本当そうだなと思いますけども、うん、そこは職人感というかお坊さんだとまあもう二十何年経ちますけども うん、そういうアンテナを張り続けてきたあの職人の勘とでも言いましょうかというか。う,ーんうんな、うん、修行って、えーまあ、いろんな修行の期間があったと思いますけど一人でやるわけじゃないからうん、うん、必ず誰かと一緒にやるじゃないですか。うん、うんうん ということはそこに常にコミュニケーションがあってしかもなんかちょっとね修行中なんで通常のコミュニケーションとはまた違う,うん、うん、結構まあ緊張感も高い場面も多いでしょうしそこでなんか鍛えられてきたものがあるんでしょうねきっと。ああそう言われてみればそうかもしれませんね、うん、なんか。 なぜそういうのが鍛えられたかっていう鍛えられたかって言われれば鍛えられたのかもしれませんしそこに一生懸命アンテナを立てようっていう,こう受信しようっていう思いもあるたでしょうしうん、うん、かなというやっぱりお坊さんのところに来るとみんなそんな上舌に喋れるわけじゃないんですよ。うん,うん、うん 言いたいこともうまく言えないし、うん、そのなんだろうな言葉にはならない言葉みたいのもあったりして、うん、それをどう代弁してあげて受け止めてあげてじゃあこうしたらいいんじゃないのっていう提案もしてあげたり、えー、なのかなっていうふうにはもうそれが一つのまあ仕事でもある、うん、かなとは思いますけどね。対話が。対話がうん、仕事で、うん あるとした時にあのその声を聞くのもありますけどそれを受けてか返すのもあるじゃないですかそれは何かうーんいやよくね傾聴の技術とかそのえー、よくなんかカウンセリングを勉強特にし始めた人とかあれなんだっけあの こう話している人が言っていることをこうそのまんま返してあげるっていうまあ一つのテクニックとしてありますけどか勉強したての人がにそれをやられると。 なんかちょっと、イライラして。いくちょっとありますか、うん。あ、その、分かったから、それ、そう,もうそれできるの分かったからっていう。きすごい聞いてますよ。そう、だから、まあ、テクニックはテクニックとして、まあ、役立つところもあるんだと思うんですけど。うん。なんか、きっと、ふすみさんは、そういう、まあ、修行というか、人生経験の中で、自分なりに。 のやり方っていうのを、こう身につけてこられたんだと思うんですけど。うん、そうですね、なんかあの、あ今松尾さんおっしゃる通り。基本テクニック。で、バレる。と思う。うん、だから、なんだろう。まあ、それに共感力を別に。つけるわけじゃないけど。テクニックも必要だし。そういう共感するっていう思いも。必要だし、えー。なんかテクニックばっかり。 あだめなんだろうなって今、ますさんに言われながら、改めて、その、あの、テクニックに走らないというか、うん、うん、なんかこう、なんか饒舌に喋んなくても、ただ聞いてて、近くにいるとか、うんなんか、 あ、この人分かろうとしてくれてるんだなっていう姿勢だけでもよくって。でそこでなんかさっき言った言葉に頼らない不況っていうことじゃないんですけど、あの不況みたいなものがあるんではないかっていうのは、その長年、 それも喋ってればこの人は言葉が欲しいのかただ聞いてもらいたいのかただ近くにいればいいのかちゃんと明確な答えを出してもらいたいのかまあ何だろう自然と伝わってきますかね。かな。それをテクニック論で言われても答えられないというかあるかもしれません。 あこの人は何型だなみたいなはい何みたですねはいはい、はい、やっちゃった瞬間何かから離れちゃうような気はしますよね。そうですね、うん、まあそれはもう,もうとてつもない量の失敗を繰り返してきてるからですねうん喋りすぎて嫌われるとか喋 <laughs> らなすぎて、うん、そっけねえなと思われるとか。ははいはい、はい、その ね、求めてるものってみんな違うから距離感とかもそうですね本当、うん、こう来る方は旦過さんもそうですけども距離感を住職とはこの距離感で喋りたいっていうのを瞬時にその距離感を察しなきゃいけないっていう技術って結構ありますねありますよね、うん、多分住職に最も重要な技術だと思います,す、ね、は本当に思います、うん、この人は を宗教者や仏教者として、まあ、大事にしている人なのか、うん、逆にフレンドリーに「中塾どう?」って言ってくれるのかはい、はい、それによって表情も変えなきゃいけないし、うん、使う言葉も変えなきゃいけないし、うんうん、それをね逆にしてしまうとま間違ったこうあれをしてしまうと結局。 なんだ住職お高く泊まりやがってってなったりとかいやそこの商人さんなんかちょっとなんかお坊さんらしくないとかなっちゃったりとか、はい、うんそ,うそれはなんか確かに住職の中で一番大事なスキルかもしれないうん見ててなんとなく思いますねうん、うん、あの住職をしている人たちを見ながらそう思いますね僕はあの旦那さんがいないんで。 うん、あれなんですけど。はい。ええー。というところで、まあ、お時間になりましたんで、はい、で今日はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。ここからは、音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を、日替わりでお届けします。登場するお経や、お坊さんに関する情報は。 ノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージや補強の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へいってらっしゃい。 ハらミたしんよ 積むるところのくどくは当時本尊昇勘世音菩薩諸仏菩薩とにえこすいのるところは通勤通学道中安全 書斎少女、少園、吉祥ならんことを、を このポッドキャストはノートマガジン松本松敬の北条庵よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でしたゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう